いやー今回はいよいよね2ヶ月ぶりに公共交通機関、まあ、タクシー以外の公共交通機関はもう本日が3ヶ月ぶりということになりますかね、本日は2020年の6月の20日です。梅雨の時期なんですけどね、いや本当に良かったわ。いや天気あんまり良くはないけど、一応今日の天候は晴れというふうにね予報では出ておりました。スーツ交通チャンネルと旅行チャンネルでは、企業案件のみ今後しばらくの間は、取り上げて動画投稿をするということになっております。それで今回はですね、観光バスを使ったツアーに招待いただくということになりました。まあ、このご時世で観光バスって言うとね、まあ、まだなかなかハードルが高いんじゃないかというふうなあの感じもしますけども、あのなんと窓はあるのかな、窓はあるけれども全部オープンタイプの観光バスであると。あのロンドン、ニューヨーク、パリ、モスクワ、まあ、いろんなところでね見ましたけど、東京にもある、天井がないという、まあ、世界の至るところの観光地で、見ることができる、オープンタイプのバスで今回は首都高を走るという、なかなかすごいこと考えたなと思いますけど、いいツアーだと思いますんで、私もね本日来るのを楽しみに待っておりましたよ。今回私を招待してくださったこの VIP ツアーさん、いつもは東京都心で確か浅草とかね皇居周辺とかでやられているそうですが、オープンタイプのバスを使って観光バスされているということなんですけども、まあ、今回はそのバスもコロナウイルスの関係で運行していないということで、本日の6月20日から、まあ、結構試験的な要素が強いような感じのお話されてましたけどね、お客さんの要望が増えたのでだんだんと運行の回数を様子を見ながら増やしているという首都高激走ツアー、今回がその第1回目です。向こうに見えますのが2階建てのバス、 JR バスドリーム号なんかでも使ってますね、三菱のエアロキングです。他のスタッフの方と一緒に私も一般のお客さんよりも先にバスの中に乗り込みました。運転手さんもね、まあ、もちろん他のスタッフの方みんなそうだったんですけど、皆さんとてもいい方でしたね。すごい親切だった。2階建てのバスの1階部分には、まあ、荷物置き場みたいなのもあったのかな。夜行バスに乗るときと同じ階段を登って、一応トイレもあるということなんですけど、トイレに行くときは気をつけないと頭をぶつけてしまうかもしれません。ぶつけたら大変な大怪我ですよ、場合によってはですけどね。この下のところこのように椅子が並んでいて、上がおお空いてる、変わってるなと思ったんですが、動き出したらねさらにすごかった。うおびっくりだ、これはもうこれは乗ってみないとわからないと思うんですけど、最近新しいカメラを導入しましたんで、その迫力の一部をこれから皆さんに、まあ、かなりしっかりとお伝えすることができるんじゃないかと思います。まずは他のお客さんがいない車内をこのように堪能して、そしてこれから先しばらく進んだところで一般のお客さんも、確かね一旦まあバイクによるんでしょうけども、そうそうこれ高島屋の目の前のところから一般のお客さんたちも乗り込みました。今回の乗車率は結構高かったですね、ほとんど 100% だったんじゃないでしょうか。ただ空気は常に入れ替わっています。これから先首都高方面に向かいます。まずは東京都、間違えた、東京駅の日本橋口の脇へ、反対側から三菱のエアロキングが来ました。 JR バス、 JR 東海バスかな、それの多分ドリーム号用の車両かなんかでしょうね。そしてこれから先東北本線、東京神田間の高架をくぐります。東北新幹線からずらりと並ぶ高架のところ、手前のところで木がこちら側に入ってきているのがオープンバスならではで面白かったですけど、これですよ、周りのお客さんも私もびっくり、大迫力です。このバスの一番高いところと、それからこのガードのところが多分20センチぐらいしか空いてないんじゃないですかね。背の高い人は本当に気をつけないと頭がぶつかってしまいます。そしてその後東京駅丸の内駅舎の脇を通り抜きました。このバスは2階建てのバスですから、上が空いているという以外にも、いつもでは見ることができないような高い目線からの東京駅丸の内のこの広場などを見渡すことができ、これ自体もそもそも新鮮でした。皇居の脇を通り抜けます。行幸通りの光景です。これから先この外堀通り、あこれ外堀通りじゃない、なんだっけな、間違え、もう忘れちゃったけど、この通りをとりあえずまっすぐ進みまして、この先首都高の神田橋出入り口から入るようです。上を看板がこのように通り抜ける、これだけでも一大イベントです。上を見上げるのが楽しいバスです。私は今回、まあ、お隣がスタッフの方なんですけども、通路側の方がいいんじゃないですかね、通路側をお勧めしていただきました。今回のコースを簡単に紹介します。東京駅の東側、京橋八重洲を出発し、東北本線の高架をくぐり、丸の内駅舎の前と皇居のすぐ脇をかすめ、そして神田橋より首都高都心環状線に乗って皇居を反時計回りに進みます。途中北の丸の辺りから先はトンネルを何度もくぐることになり、スリルを味わえるところです。そして永田町を通り抜けた後は港区へ進んで、レインボーブリッジ、お台場、湾岸線方面を走ることになっています。さて料金所のところを通り抜けて、ここからですよ、もうすでにねオープントップバスはもうそれだけでも面白いんですけれども、衝撃的なものだったんですけども、これから先はこんなに面白い自動車があるのかというぐらい凄まじい体験をしました。
車高が高いということと、それから上が空いているということ、自分のねすぐ手を伸ばせば届くのではないかと思われるような真上のところに首都高の別の道の高架が覆いかぶさったりして、いやこれは素晴らしい体験でしたね。なんでこれいつもやってないんだろうなというぐらいに素晴らしいものでした。ちょうど下に見えておりますのが皇居北の丸へ進む竹橋、そして今前方には皆さんに竹橋を行い間違えました、北の丸をご覧いただいております。警視庁第一機動隊とか、それから、日本武道館があるのもこの辺りです。そしていよいよトンネルに入ることになりました。まず最初に北の丸トンネル入った時に歓声が上がりましたね。トンネルの中の音もものすごいものなので、ぜひ皆さんにお聞かせしたいんですけれど、まあ、ちょっとですね私のミスで音のことまで注目していなくて、カメラに風切り音がしっかり入ってしまいました。だから今回は基本的に音を皆さんにお届けすることはできませんが、きっとこのツアーまたやってくれるんじゃないかと思いますんで、まあ、その時にですねぜひ皆さん音にも注目してみてください。ちょっとだけ音を出してみましたが、どうでしょうか。すごい信じられない迫力ですよね。乗ってたお客さんもね、私後で降りた時に視聴者の方とか乗ってらっしゃったんで話したんですけど、いやこれすごい面白かったですよね。もうみんなそういうことしか言ってませんでした。めちゃくちゃ面白い。これは首都高速道路というのはもう東京がオリンピックでいよいよ沸き立ち、大急ぎでその都心の交通事情を改善しなければならないという昭和30年代に突貫工事で作ったようなものであり、東京の中枢に江戸時代の物流の拠点である水運、その川の流れなどを活用してぐいぐいとねじり込み、まあ、無理やり作ったような道だというのは、まあ、知識はあまり多くありませんけれど私の中での認識です。だから東京の都心をねもうジェットコースターのように、まさに本当に安全なジェットコースターに乗っていくかのように駆け抜けていく、本当に素晴らしい体験ができるのです。まあジェットコースターもそんなに危ないものだとは思いませんけどね。皆さんこれ見てみて乗りたくなるでしょう。そう思った方はね乗った方がいいと思いますよ。本当に面白かったんで、今回私は企業案件ということで、まあ会社からですねご依頼をいただいて乗ってるわけなんですけども、そんなに、まあ、依頼というか招待をいただいて乗ってるんですけど、別になんかそれはねお金もらってそのなんか宣伝するとかそういう話ではないんですよ。素晴らしいものだと思うんで、よければカメラ持ってきてくださいませんか、うちの会社でもなかなかやらないことですから、そのようなお話をいただいて乗ったのですが、いや面白かった、本当に呼んでいただいてありがとうございました。それにくっつきますね本当に。どんどん車は進みまして、今赤坂の近くまで来ています。国会議事堂とか首相官邸、最高裁判所の近くなど、今バスは通り抜けて東京都港区の方まで進んできました。これから先六本木を通り抜けて東京タワーの脇を行き、レインボーブリッジ方面に進みます。多分ちょうど右前方に一応ね六本木ヒルズの森タワーなども見えたんですけど、この下この道をまっすぐ進むと渋谷、それから東名高速道路と進んでいくところかな。東京タワーも見えてきました。今日は梅雨ですけれど、幸いなことに雨には降られませんでした。雲が低く立ち込めていますが、しかしそれでも美しい夕方の景色です。さてこれからいよいよレインボーブリッジ、楽しみなことがつきません。いや最高のコースを考えてくれていたもんだと思いました。ここから先また他の路線と合流し、そしてレインボーブリッジ、これは羽田線といったかな、そっちの方面へ進みます。ここは今目の前にあるのが竹芝桟橋、日の出桟橋です。いよいよレインボーブリッジに渡るというところで、また道が二重構造になります。二重構造で上に道が来るというのが本当に楽しいことでしたね。まあ、通常バスというとね横の景色を注目したくなるんですけれど、上が空いているということがこんなにも面白いものだとは、私は実際に乗ってみるまであまり気づくことがありませんでした。そしてレインボーブリッジがまたこのようにそびえ、これ自体も素晴らしいし、またすぐ脇ギリギリのところには東京湾、東京港の景色があるというわけで、上も横も素晴らしい景色、カメラで撮影するのが追いつかなかったですね。他のお客さんも本当にみんな楽しそうにしてましたよ。お客さんの中では向こうに映っていたサルビア丸も結構注目の的だったようで、ここでは一時その話題が社内でも持ち切りになっていました。スタッフさんと2人で髪がこのようにバンバン飛んでいるような様子も撮りました。これから先臨海副都心方面に進みます。確か有明テニスの森とか、ちょっとこれをパッと見ても私分かりませんけれど、そういった感じのオリンピックの関連の施設がもうずらっとここから先目白押しになるんじゃないですかね。清掃工場のようなものも並んで、あまり私はこの辺については詳しくありません。まあ、この辺はどちらかというと景色がいいっていう感じでしたね。上のところをむわっとこう覆いかぶさるような、そういうスリル満点というところはしばし箸休めになり、今度オリンピックにはこういうところにいろんな人が見に来るようになるのかと、まあ、そういったちょっと将来の予習のような時間になりました。向こうに見えているのが東京臨海高速鉄道臨海線、
オリンピックの時になれば、ここもきっとたくさんの人が乗るはずです。これから先新木場のあたりまで進み、そこから先は、まあ、京葉線を逆に進むような形で東京方面に戻ります。向こうに見えているのは辰巳水門です。この辺り海抜0メートル地帯を高潮から守るという重要な役割を担っています。右手は夢の島、もともと埋め立て地だったところ、まあ、この辺り全部埋め立て地ですけども、ゴミを埋め立てて作られた島です。手前側はなんか水球だか水泳だかなんだかの大会に使われるそうですね。オリンピックの会場、今回のルートはこのようにレインボーブリッジのところから海へ渡ってきて、その後新木場周辺をぐるっと抜けて、ここから湾岸線を通って都心方面に戻ります。東京スカイツリーも見え、この辺り本所深川と呼ばれる江戸時代の終わり頃、まあ中頃ぐらいですかね、新しく作られたような町です。さてここから隅田川を渡ってもう一度大江戸の中心の方へ戻ります。これから先首都高都心環状線方面に戻るように進みますが、ここは都心環状線に当たるんだったかな、まあ私あんまりその名前については知りませんけれど、日本橋川のすぐ上を通るような首都高でもなかなか面白いところです。東京証券取引所、兜町、まあそういったものもこの近くのところにあります。一旦高さを落として今箱崎ジャンクションを過ぎたところですが、ここがすごかったですね。ぐるっとこう回っていく首都高のこの分かれ道、確か中央環状線が左側に分かれていったのかと思いますが、もともと向こうには楓川という川がありました。そして向こうからまたもう一度首都高が合流し、頭のすぐ上のところをかすめていきます。これすごいですよね。いつも本当にやったらいいと思うんだよな、こんな素晴らしいもの。お客さんもみんなカメラを上げているところは大体お客さんがすごく満足しているところだと、まあ、私も分かりましたし、実際他のお客さんと何も言葉は発さなかったけれど心を一つにしたような気分になりました。さて今神田橋の一つ手前のところまでまた戻ってきました。ここは五福橋出入り口です。要するに神田橋から乗って五福橋までぐるりと大回り乗車をしてきて降りたと、まあ、そういうことになります。あの鉄道の大回り乗車でのご存知の方も多いと思うんですけど、首都高速道路も大回り乗車の適用対象になるそうでして、多分高速道路料金は乗った距離に対してめちゃくちゃ安いんじゃないですかね。だから商売としてもなかなか面白いんじゃないのかなと思います。私あんまり詳しくないですけども、そこから先東京駅の方面へぐるりと一巡してきましたが、そのまま戻るのではなく少しもう一度東へ進んで、ここは昭和通りです。関東大震災の後東京の復興計画の一環で大きな横幅 100m ある道路を作ることになりました。しかし当時はまだ横幅 100m の道路なんかいらないだろうということで規模は縮小されましたけれど、幅の広い道路を作ることになったということは変わらず、そして現在昭和通りの、まあ、大体この辺日本橋の周辺から多分新橋の手前あたりまではこのようにですね、上下立体交差をするような構造になっています。だから何度もトンネルをこう下にぐーっと入って、そしてまた上がってということを繰り返し、この昭和通りがなかなか面白かったですね。今回のコースについては私がスタッフの皆さんからお聞きした限りでは、あの次回はまた変わるかもしれない、今まだ試行錯誤の最中なんだそうです。だから次も皆さん同じようになるかどうか分かりませんけど、いやこれもねなかなか良かったって、全部基本面白かったですね、すごく良かった。そしてまたもう一度このように中央通りと昭和通りと2つの大きな通りがこの辺りでは並行しているんですが、昭和通りの方が道は結構空いているというか、まあ、スムーズに進みます。上に信号がありませんからね、信号のところをこのようにアンダーパスで抜けることができてしまうのです。でみんなそれを狙って中央通りから昭和通りに逃げてきた車などがこの辺りに溜まってしまって、そして結局昭和通りの方が混雑をしている、まあ、そんなことを見るというのも東京の曰くある光景のようです。いやこの下のトンネルのところ本当に素晴らしいですね。そして上にはこのようにまた横に梁なんかが伸びているもんだから、私たちにまた別の種類のスリルを与えてくれます。お客さんはずっと満足し、そして興奮し続けていたようでした。1時間20分とかずっと乗ってたのに、もう終わっちゃうのなんて言ってるようなちっちゃい子もいましたからね、本当に面白かったんだと思いますよ。私も面白かったし、だって今どんどんバスは進んできて、もう京橋のあたりは過ぎましたかね。そしてもうそろそろおそらくは銀座も東銀座あたりを通り過ぎて汐留に近づいてきている頃です。前方に旧汐留貨物駅の後に建てられた電通などのビルがあります。前方の透明な建物の高いビル群、これが汐留です。これ上の歩道橋ね、ここら周辺は自転車で回るのがめんどくさいんですよね。多分東京高速道路ですかね、もともと汐留川が流れていたその川の後に作られた高速道路、左側が汐留のビル群、そして、まあ、今この画面の右端が新橋です。
ビル群の下には日本で、まあ、初めてではないんですけども、初めての鉄道駅とよく言われる新橋の駅、それが復元されたものが建っています。ここで昭和通りの一つをお隣、中央通りに曲がってきました。そして昔ここにかかっていた新橋の跡を通り抜けます。銀座新橋というふうに書いてありましたが、ここにはもともと先ほども言いました汐留川というのが流れていて、この新橋を渡ったところからがいよいよ銀座、日本で最も栄えている繁華街です。多分最もだと思うんですが、まずここは銀座8丁目一番手前のところには博品館、大変有名なおもちゃ屋さんがあります。ここから先、今銀座7丁目の信号で止まっていて、その一つ先が6丁目、さらにその先の方へずっと進んでいくと銀座5丁目、4丁目、3丁目、2丁目、1丁目と、ここで新橋とそれからこの先にある京橋、2つの橋に挟まれたこの間のところが銀座です。前方にある銀座4丁目が日本で一番地価の高いところです。だからだんだん銀座の街並みもきらびやかさを増していきます。ちょうど夕方の時間です。こんなに綺麗な東京の景色、いいカメラを買ってよかったと心から思いました。東京ってのは本当にまだまだ見るところがたくさん残っていますから、いや、なんとも恵まれたところに生まれたもんだと思います。観光地としての楽しみ方、その楽しむ方法の多さもやっぱり東京は一流なんじゃないですかね。銀座の昔からのランドマーク、1930年代に作られました銀座和光の時計台です。ここが日本で一番地価の高い、ハイヒールの先っぽのところで100万円とも言われる銀座4丁目の交差点。右側が銀座の三越、こちらもやはり戦前1930年代に建てられて、空襲からも生き残りました立派な建物が2つこの辺りにはそびえています。三越のすぐ脇には、これも昭和の初期の建物だか大正時代ではなかったかと思いますが、こちらは松屋銀座、裏側は大昔の昭和大正ぐらいの鉄筋コンクリートの、まあ、アーチの構造装飾などがまだ今でも残っています。表通りからではそんな古い建物だとは全く分かりませんね。もうちょっと昔の古いものを私は使ってもいいんじゃないか、そんな風な気もしますが、今銀座3丁目に来ました。どんどん進み、もうそろそろ銀座のエリアを抜けます。これを抜ければ今度は京橋、要するにもうすぐ東京駅、八重洲口、まあ、その辺りとすぐ直結している裏側といったようなところです。この中央通りはさらに進んでいくと、さらに日本橋、そして神田と続きます。これが京橋です。まあ、最もここにもともと存在していた京橋は現在では埋め立てられてしまって、橋の、まあ、欄干だけがちょっと残っているという感じですけども、上にまた銀座京橋と書いてありました。そしてここから先は銀座を完全に抜けました。2つの橋、新橋と京橋の間を抜けると、今度この辺りの地区を京橋と呼んでいて、このバスに最初に乗ったところでもあります。一般のお客さんが乗ったところですかね。いよいよオフィス街という感じ、さっきまでよりも随分整然とした感じがします。色はここではどうも一色しか使われていないようにも見えますが、そのきちんと整ったような感じもまた東京の美しさです。他の多くのお客さんと同様に、私もこの高島屋の目の前でバスを降りて、そして今回お世話になった皆さんに今回はいい動画を作りました、いやもう本当にありがとうございました、これもっとやった方がいいんじゃないですか、そんな話をしてですね、他のお客さんとも話を盛り上がり、そしてじゃああとはすぐに動画を作ろうか、その日のうちにこの面白い大変よく撮れた動画を完成させたわけです。いやー、東京首都高楽しいですね。世界に誇るべき観光地だと思います。ご視聴ありがとうございました。